TR-106、TR または、ローコストパインタルエンジンは、打ち上げと宇宙飛行の費用を低減する目的で、スペースローンチイニシアチブの下で、TRW 社によって設計され開発が進められていたエンジン。液体酸素、液体水素を推進剤として、水力 2892kN を生じる、これまでに製造された、最も強力なエンジンの一つになる予定だった。 開発の目標は大型で廉価で製造の容易なブースターエンジンの開発だった。設計は堅牢な噴射装置である単エレメント同軸、ピントル式噴射装置を採用した。同様に燃焼室とノズルには製造費用のかかる再生冷却の代わりにアブレーション冷却が採用された。ピントル式噴射装置を採用したことでエンジンのアポロ月面着陸機と同様に水力を 広範囲に調整可能になった。トム・ミューラーは、水力65万 LBF の液体酸素、液体水素エンジンであるエルセプの開発を主導した技術者だった。2000年の夏に、ミシシッピ州の NASA のジョンシーステニス宇宙センターでこの、エルセプは、出力100%の水力と同様に65%の水力条件下での試験にも成功した。TRW は、 ピントル式噴射装置の使用をエンジンの性能崩落線を調査する試験中に3回変更した。技術者たちはエルセプの運転の容易さを実証するために試験台上でアブレーション燃焼器を一度交換した。試験の結果はエンジンは幅広い水力帯域と推進材比率において安定することを実証した。エンジンの開発はスペースローンチイニシアチブの中止により一時、 中断された。2002年に TRW はノースロップグラマーによって買収され、NASA の利用可能性のある次世代の打ち上げと宇宙輸送機のための契約のもとで液体酸素 RP-1 エンジンの開発は継続された。トム・ミューラーは TRW 社の推進部門の副社長になったようである。 ローコストパインタルエンジン計画から学んだ技術は、スペース X 社のマーリンエンジンに活用された。ミューラーは2002年に、他の TRW の元従業員たちと共に、スペース X に参加して推進機担当の副社長になった。バーバー、ニコルズ社製のターボポンプは、ファステトラック用のターボポンプの開発から派生した。TRW の特許を侵害しているとして、 ノースロップグラマンは企業秘密の侵害で提訴した。ありがとうございます。